皆様、グッドラック、ハブファン。そのまま詰めていきます。さあ、ケンホグルムリッパーピクセル、残り1人、ヘルスはかなり削られてしまった。そして背中を捉えていきました。そうなるとちょっと、なんとかここに、あ、見つかった。プリー選手は見つかってしまった。上陸することはかなわなかった。1名ダウン、残りが2名の状態。横を取りました。さあ、シゲ挟まれた。テディベアが落としきります。テディベア3号、瞬が割れた。ケンジーからのグレネードが刺さるが、そこに対してナザルがグレネードで返します。裏側には風がつく。ナザルに対して発砲、おっと、ここで落としきりました。かなりダメージ出ている。落としたが、ケンジーもかなりダメージが入った。おっと、ここで風が返される。1on1、ダメージは有利なのは動物園 2DBS で落としきった。ラズベル投げ物が転がってくる。こちらスモーク、おっと、グレネード、まずは1名落とされます。残るは通風。テディベア3号に対して発砲するが、最後はラズベルが落としきった。見事ドンカツを獲得したのは動物園ズーです。グッドラック、ハブファン。ケンジ一旦ヒロ入れて、うわー、しっかり当てていく。当て感が強すぎる。いいですね、ちょっと立ちこぎなのかな。立ちこぎちょっと危ないですよ。先に1名だけ移動したことによって、あ、気づかれた。火炎瓶を投げ込まれました。ダメージはあの前まで何度かいければといったところですが、うわー、横から撃たれた。霧の射線、そして外でも1名ダウンまで持ち込みましたね。ディエヘム、レインがここで返していきます。これ南側にもう道路に伏せてます。うわー、グレネードで落としきりました。精度が高すぎる。伏せての対応、霧に対してダメージは出ていますが、あとわずか。ここは落とし切った。見事ドンカツを獲得したのはドープネスレビリオンです。ラウンド3、エランゲルスタートでございます。テリア奥でまずはシゲを落としますが、横から刺されるナッツフィッシュのキル。その間にナッツフィッシュ、ここはリバイブ通ったか。位置取りが割れていく。さあ、そして DBS で返す。さあ、がロードキルで強引に押し切った。ね、こっちがダウン、残りはミーシャ。おっと、落としきりましたね。車を使ってうまく誘導、1名カット。 TBS で確定キル。さらに、おっと、車を使って避けましたが、ここは平地ですね。周りは遮蔽物が少ない状態。しっかり人数かけて広がってドンカツを獲得しました。ドープネスリベリオン、グッドラック、ハブファン。さあ、フィルトン発射まであとわずか。さあ、空の旅が始まります。まだまだワンチャンスあります。横から入ってきたメンバーに対して3名で押しかける。クリマがまずは1名カット。テディベア3号に対しての押しかけ。ケンジーの車が見えました。ケンジーに気づかれたか。発砲していく。まずワンカット。ここ1名落としたの大きい。打ち合って、いやー、ここは西川から襲いに入る。両線を使ってのファイト。キリがダウン。そして立花も落とされます。残るは戦時。あ、これはスーサイドグレネードマスターズの人数有利をうまく活用したファイト。ただ北側の要プリを落とします。そこに対して2名、まずクリマを買ったガン。あ、3名できたのか。この今日が真実なのかどうかが真偽のほどが、一旦蘇生に入りたいところですが、おっと、最後の1名も落としきりました。見事トンカツを獲得したのはスーサイドグレネードマスターズです。1位デトネーションフォーカスに優勝、おめでとうございます。